はい、おはようございます。アンジです、今日も動画を見ていただきありがとうございます、今日もですね、この炭酸スプレーを使って、今回は目の疲れということでお話したいと思います。これはですね、質問があったんですね。疲れ目には効くんですかっていうことなんですけども、もちろん効きます。はい、ちょっと声が大きく張っちゃったんですけども、効きます。で、なぜかというとですね、毛細血管に、この炭酸というのがね、まあ、いわゆる皮膚から炭酸をこう吹きかけて、毛細血管がこう拡張するっていう、言えばポイントがあるんですね。で、この目の周りっていうのは、まあ、顔もそうなんですけども、毛細血管がたくさんあるんですね。でその毛細血管を膨らませることによって血流が上がるということなんです。でその血流が上がらない、血流が言えば正しくないから、酸素量が少なくて目が疲れるということなんですね。で酸素量が少ないから、頭痛も起こしたりするんです。で、これをですね、一吹きですね、ちょっと僕こう半分だけちょっとかけてみたいと思うんですけども、これはですね、ちょっと注意してほしいのは、目に入ると痛いかもしれないです。痛くないって思う人もいてると思うんですけども、まあ、あらかじめちょっと目をつぶってほしいと思うんですね。僕こっちかけるんでこっちだけつぶりますけど、でワンプッシュなんです。でちょっと喋りながらだから口には入っちゃったんですね、今。まあ味はしないんですけども、こっちかけました。で今ちょっと自分でこう抑えますね。別に頭痛いわけじゃないです。こう自分で顔を、上に上がれとか、目大きくなれみたいな感じで自分でこう念じながらやるんですね。こうもうちょっと目大きくなってほしいじゃないですか。どうですか、眉毛の位置がこう変わった感じしないですかね。ね、こう眉毛が、目尻がこう上がってるじゃないですか。うん、こんな感じです。はい、眼鏡をまばたきすると楽です。全然ちゃいます。びっくりするぐらいこっちすごい楽ですね。はい、まあ、こんな感じで、僕は炭酸スプレーを使って遊んでます。遊んでないな、施術もしてるしちゃんとケアもしてます。でもしですね、あなたも興味があれば、このスプレーを使って、遊ぶんじゃないですけども、ちょっと体を良くしていってほしいなと思います。もしですね、あなたが見ている、あなたがもし同じ、僕と同じ治療科の方であれば、一度ですね、これを使って施術するのも僕はありかなと思います。実は結構いてますんで、そういう方もね、いいかなと思いますので、ぜひですね、参考にしてください。はい、またですね、次回お会いしましょう。さよなら。